ジジーニョことトマス・ソアレス・ダ・シューバはブラジル・リオ・デ・ジャネーロ州ニテロイ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。幼い頃のペレにとって最大のアイドルで彼はジジーニョを完璧な選手と評した。ファンだったアメリカ FC の入団テストを受けるが不合格となり1939年に CR フラメンゴへ入団する。翌年からレギュラーに定着すると 1950年にクラブを離れるまでにリオデジャネイロ州選手権に4回優勝318試合出場146得点を記録したバングー AC を経て1957年にサンパウロ FC に移籍して同年のサンパウロ州選手権に優勝1960年に一時期引退してバングーで監督をしていたがシリのアウダックスイタリアーノで現役復帰し 1962年に引退した。ブラジル代表には、1942年1月18日のアルゼンチン戦でデビュー。ブラジルでの地元開催となった FIFA フフワールドカップ1950年大会では、大会得点王に輝いた、センターフォワードのアデミール、インサイドレフトのジャイールと攻撃陣を形成して、現在のゲームメーカーのような役割を担った。 事実上の決勝戦となったウルグアイとの最終戦に敗れ、準優勝に甘んじた。国民から望まれながらも1954年大会、1958年大会のメンバーからは漏れた。後年にはオリンピックブラジル代表で監督を務めた。引退後はリオデジャネイロ州で地方公務員の職について定年まで働いた。2002年、ニテロイにて、 心筋梗塞により死去。ありがとうございます。